Fukiya はですね、非常にカモフラージュしやすい武器ではあります。また命中度も非常に高くてですね、暗殺用には非常に重要な武器であると思います。高架流忍術の継承者がその携帯法を知っていた。忍術の本質は伊賀流も同様だという。代々伝わるカモフラージュの方法が存在するのだ。これが実はフキヤなんですよね。一見普通の笛に見えるが、中に和紙の筒が入っており、それを回転させ穴を塞ぐとフキヤになるのだ。忍びのものは旅の芸人とかですね、変装する場合が昔あったと。旅芸人というのはまず放浪しているとも別に問題ない、だから日常的に笛を持ってたということなんです。吹き矢だけでなくですね、こういう弓も折りたたみ式になってましてですね、持ち運ぶ便利なように